今朝、朝お店に出てきたら、この水槽のね上の隙間から、縁取り花だ一匹が飛び出して死んでいました。ね、僕ここで頭いつも洗ってるんですけど、朝その時に排水口の網にこの子が入ってました。ちょっと何回かね飛び出たりして一回助けたりとかお店に仕事中にしてたんですけど、何回かこう飛び跳ねる動作があったので、やっぱりまあ飛び出したかっていう感じなんですけど、ちょっと対処的に、蓋をちょっと低くしてみました。この日火曜日のね朝営業前に、稲妻ヤッコの、この右目の寄生虫と、グレーの右側の剣のリムフォーを、取っていきたいと思います。まあまずね、今日はこの600と300の水槽の水替えのタイミングなので、こちらで温度を合わせた皿水を作っています。淡水浴に使う、お水は、シグリットの水槽からpHが高い水を受け取り、今温度が高いのでちょっと氷をね1個浮かべてみています。まあ結果的に2個使って1度2度下げて25度まで持っていきました。温度がだいたい一緒になったので、今からライブロックを取り出していきたいと思います。まあもうほぼノーカットでいきます。まず蓋を外しますね。でその後は、そうですね、ポンプ一応抜いて、まあ、電源ですね、ポンプの電源抜いといて、まあヒーター入ってないので、まあ、抜く必要もないんですけど、水が減るとちょっと水がピチャ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 するので、あとは水ですね、水が極端にライブロックを抜くと下がるのでエアガミするんですね、ポンプが。なのでポンプの電源はまず抜いて、ライブロックを全て取り出していきます。まあ毎回毎回ね、ライブロックの組み替える形ですかね、変わっちゃうんですけど、なるべく上に置いている、まあ上側に置くライブロックと下側に置くライブロックっていうのがあるんですけど、一応こうそういう順番で、上に置いてるライブロックは下に置くっていうライブロックは上に積んでいって、後で組みやすいように取り出していっています。まあ全て取り出してくれないとかがしっかりと水槽にいるのを確認しました。早速稲妻ヤッコを捕獲捕まえていきたいと思います。網を置いて手で追い込んで、網に向かって泳いだ時にさーっとこう上げてくる感じですね。ちょっと網の中で暴れてるんですけど、右左側に蓋をして、その上にさっきほどのシグリットの飼育水の淡水を持ってきました。ここからちょっとね時間計っていくんですけど、5分淡水浴していきます。もうノーカットでいきます。やっぱね、どれぐらいの長さを淡水浴いつもしているのかっていうのを、まあ、ノーカットの方が分かりやすいかなと思って、あえてちょっと画像が揺れたりするんですけど、もうほぼノーカットでいきます。
今ちょっと考えてますね。でちょっとね思い出して、とりあえずはカメラをアップにして映したいなと思って今動かしています。こう反対側ですね、左は普通なんですけど、右側向こう側の目に今寄生虫がついています。まあ普通に淡水浴させるだけでいいんですけど、そうですね、スポイトを使ってその目にジバッジバッとこうね水をねかけると寄生虫が剥がれやすくなるのと、まあ魚に刺激を与えてこうじーっとしないようにさせる、まあ酸素を取り込まれる止める込めるようにする。今ねちっちゃいスポイトもう 2.5 ミリしか吸えない、2ミリかなスポイトやってて、ちょっとなんかこう弱いなっていうのがあって、やめました。で20ミリぐらい入るねスポイト持ってるので、そっちで今からこの右目向けて、まあ勢いよくというか稲妻ヤッコに刺激を与えるのと寄生虫が取れやすくなるようにと思ってこうかけて、あこれねもうほら右か白いの浮いてるの分かりますか、鱗みたいな、もう取れましたね早速。あ左に浮いてます今白いのが、これですね、いつもこれが出てくるんですね寄生虫が取れると。で右側にしっかり白い鱗みたいなやつ、これですこれです。あ他にも細かいのがちょっと浮いてますね水の中に。早いなあ、まだこれ多分2分か、でもおっちゃんね2分ぐらいで取れるって言ってたな。昨日もねあのマリンブルーのなめらやっこにあの目にもね寄生虫ついてたので淡水浴をしてるのをちょっとまあ拝見させていただきました。その時も白いのがこうやって剥がれてましたね。これ左浮いてますねこの白いの、これですこれです、しっかり剥がれてますね。他にも白いのがまだいっぱい出てきてるな、体中にちょっと寄生虫がねついてたんかもしれないですね。いっぱい白いの出てきてますね。まあ、今回はねほぼつきっきりでスポイトでも、まあ、ちょっといじめてるみたいに見えるんですけど、元気出せよ元気出せよみたいな感じでこう右目に向けてこうスポイト水流を当てています。ね、淡水浴するとねこの海水油の色がねだんこう白くなっていくんで、ね、シグリットのね飼育水があるっていうのは楽ですね。 pH 上げなくて済むので淡水のペーハーショックをまず防げる、温度変化もほぼないほぼないというか合わせるんですけど、ね、この白の取れんのかな、プーッと浮いてきてますもんね。これ寄生虫剥がれてるのはねもう目に見えてわかるんですけど、漂ってるのでね、ただやりながら、まあ、この白いのがね取れないなと思いながらずっとスポイトでこう吹きかけています。まあ、これもね1日そうですね経つと、まあ、この白いのもね結構収まるんですよね。マリンブルーさんでもちょっと喋ってたらもうなめらやっこの白いのも収まって目がシュッと収まってるっていうかね、腫れが収まってるっていうのがあったので、もう帰り際なんかもう綺麗になってるんですね。
で今から一応5分ぐらい、もうまあまあもう取れてるのでいいんですけど、今からちょっとこの水を半分ぐらい捨てて、汽水を作ろうと思います。飼育水を汲んで今から半分水捨てますね。だーっと、で水半分ぐらいにしたところに飼育水を入れて汽水にします。まあ正直ここまでする必要はほとんどないんですけど、もう淡水から直接手ですくって戻しても、まあもう全稲妻薬庫この子ぐらいの大きさやったら、まあ多分ほぼ大丈夫なんですけど、まあそういうできる環境があるんであれば汽水にして戻してあげた方がまあまあいいですかね。やらないよりはやった方がいいっていう感じです。この映像がね、だいたい一区切りで6分52秒なので、ちょっと5分以上淡水浴したことになります。5、6分淡水浴して汽水で30秒から1分、今からこの子を手ですくって入れるんですけど、ね、暴れます。次はグレーのリムフォーを取っていきたいと思います。シュッと網で捕まえて、まあ剣だけなんでどうしよっかな、爪毛抜きでね取ろうと思って今ね左手で毛抜き持ってるんですけど、こっち側ですね、こっち側の剣、ここです剣、これね、あちょっと手でやっちゃってるわと思ってタオルで押さえるんですけど、これタオルなの濡れています、濡れタオルがいいですかね。やっぱこれね、毛抜きでね取れないんですね。いや取れへんわと思って、いやもうリムフォ取りはもうベテランになってたと思ったんですけど、ちょっと1ヶ月リムフォ取りやってなかったらちょっとやり方忘れちゃって、でも普通にいやもう毛抜き頑張ってますね。でもねタオルでね上からシュッシュッシュッってこすったら、あれ取れた取れたわと思ってもう戻しました。いやまあ正直取れたかどうかは後で確認、あ今確認してますね、確認して、あ取れてるなっていうのを確認して網の中でで水槽に戻しました。まあこの辺が淡水浴とリムフォー取りの一連の流れです。またあの水替えの動画は別動画にしてお送りいたします。